Simple Japanese Listening with Meg。 こんにちは、メグです。今日のエピソードは七夕です。このエピソードは JLPT N5 レベルです。七夕。7月7日は七夕です。七夕は星の話です。星は何ですか？星は夜の空にあります。夏の夜の空にとても明るい星が2つあります。七夕はこの2つの星の話です。昔、星の国に男の人と女の人がいました。男の人の名前は彦星です。女の人の名前は織姫です。二人は毎日仕事をします。織姫はきれいな服を作ります。彦星は牛の世話をします。二人は仕事を頑張ります。ある日、二人は天の川へ行きました。天の川はたくさんの星の川です。とてもきれいです。二人はそこで初めて会いました。はじめまして、彦星です。はじめまして、織姫です。二人はそれから毎日会いました。そして結婚しました。今、二人はとても幸せです。二人は毎日一緒にいます。仕事をしません。星の国の人たちはとても困りました。服がありません。牛が病気です。星の国の神様はとても怒りました。そして言いました。彦星は天の川の東へ行きます。織姫は西へ行きます。毎日仕事をします。二人は毎日会いません。二人はとても悲しいです。でも、頑張ります。二人は毎日、毎日仕事をしました。彦星は言いました。織姫に会いたい。織姫は言いました。彦星に会いたい。神様は二人を見ました。そして言いました。二人は毎日仕事をしました。とても頑張りました。一年に一回、7月7日だけ。神様は天の川に橋を作りました。二人は7月7日の夜だけ会います。織姫、彦星。それから7月7日は彦星と織姫が会う日です。7月7日、日本では小さい紙にお願いを書きます。そしてそれを木につけます。皆さんは7月7日、何をしますか？ありがとうございました。このエピソードのクイズがあります。ぜひクイズにチャレンジしてください。ではまた。